どうぞ。はい。それではただいまからリオデジャネイロオリンピック内野手ラグビー後藤選手の4位入賞報告会を開催させていただきます。まず出席者のご報告を出席者のご紹介をお願いいたします。山梨県ラグビー協会新谷時雄副理事長。はい、こんにちは、よろしくお願いします。それでは出席者の紹介をさせていただきます。まずはじめにリオデジャネイロオリンピック7人制ラグビー日本代表後藤輝也選手。山梨県ラグビーフットボール協会アルナ県会長です。こんにちは。それから後藤選手が所属しています NEC グリーンロケッツ角田道夫チームディレクターです。よろしくお願いします。次に NEC 甲府支店渡辺義和支店長です。続きまして NEC 甲府支店上村美月副支店長です。そして後藤選手が大学時代所属していました恩師であります山梨学院大学ラグビー部の吉田浩二監督です。じゃあよろしくお願いします。私県のラグビー協会の副理事長新谷時雄と申します。よろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。それでは続いて荒川会長からご挨拶をお願いします。はい、ありがとうございます。7人制ラグビーですね、最初はニュージーランドということでとてもこれは勝てないんじゃないかなと思いましたが、ニュージーランド破りましてですね、フランス勝ってですね銀メダルを取りました。イングランド2点差と、最後にはですね力尽きて、まあ、4に終わりましたけど、その中でも後藤先生の活躍というのはですね素晴らしいものがあったとないかと思います。また概要につきましては、後でまた話があると思いますけど、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、経過報告として NEC グリーンロケッツ角田チームディレクターからお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回のリオオリンピックからですね、この正式種目となりました7人制ラグビーにおきまして、先ほど有馬会長からも話しましたとおり、初戦のニュージーランド、これも世界第一のですね、ニュージーランドの方に先制トライを後藤選手が挙げて見事勝利することができました。その後ですね、まあ、イギリスの方には、まあ、負けてしまいましたが、続いてのケニア戦にも勝利して、続いてその準々決勝でヨーロッパでも一番強いと言われているフランスの方にですね、最後逆転トライを後藤選手が挙げてですね、ベスト4という4位入賞という輝かしい成績を収めることができました。でこの4位入賞とですね、あのラグビーの世界大会において15人制も7人制も4位というのは今回初めての成績でございまして、あのラグビー界でも今回の成績をものすごい高く評価している状況です。これからまあ2019年の日本に開催されるラグビーワールドカップ、また2020年ですね東京で行われるオリンピックの7人制において、今後です、ね、後藤選手がその2つの代表選手として活躍、我々も期待していますので、今後も楽しみに選手していただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではその後藤輝也選手でございます。オリンピックの、ま、感想でありますが、今後の抱負、お願いします。リオオリンピックでは、応援ありがとうございました。目標、チームの目標としてあのメダルを獲得するというところだったんですけど、最後にあと一歩及ばずベスト4という順になってしまったんですけど、これから先あの4年後2020年東京オリンピックに向けてまた日々鍛錬してまたメダルを獲得にできるように本当にこれからも頑張っていくので、また応援です。ありがとうございました。それでは後藤知事の方からお願いします。後藤仁です。
春にはですね、とりあえず選手から、新生ラグビーに乗りを受けるという形で、この場所でご報告いただきました。その当時、先ほど、川会長、また、チームデルテのですね、お話をいただいたように、オセアニア、ヨーロッパのですね、競技に越して、本当にメダルというのが取れたらいいなという思いはありましたけども、初戦、私もテレビ見たんですけども、一番初めのですね、トライを、照屋先生、先生がですね、対応して、あ、これはいけるかなと、でも相手は有事だよなという形で、でも本当にあの接戦の中でですね、まあ、勝利をし、これも先ほど話があったように、対ニュージーランド戦で勝利するのは、歴史を初めてということでしたから、まあ、本当に嬉しく思いました。まあ、その勢いというのがですね、その決勝トーナメントに出れるような要素になっておりますし、まあ、特に今もお話があったように、フランス戦ではまた最後に大逆転のですね、トライをして、これも本当に嬉しく思いました。あ、これは本当に実はあの、フランスとですね、今あの山口県いい関係になっているというところなんですが、次会うときに会長の役に後藤輝也選手の出身が山梨県であるということを、まあ、逆に誇れるんじゃないかなという思うくらいであります。まあ、よく挙げていただきますけども、あの山梨県民のですね、まあ、多くの皆さんに、希望と感動だけではなく、全国の皆さん方がですね、まあ、昨年の、優勝候補であった南アフリカを破って、国民的に、まあ、ラグビーがですね、非常にあの、国民の皆さんから注視をされ、またあの熱心に応援されるようにですね、ステージに上がったことが、さらに今回の南アフリカのリオでの4位入賞というのは、その大きな次のステージだというふうには本当に思いました。決勝、まあ、準決勝、決勝はですね、やはりオセアニアの非常に強いですね、まあ、国も含めて、まあ、大変な部分もあったかもしれませんけど、やはり今回は、同じ後藤ですから、謙虚にですね、リオではやって、2019年の、ワールドカップの東京大会と、2020年の東京での、オリンピック、パラリンピックですね、受けて、また、楽しみが増えたと思うんで、ただ、期待はですね、これからも、プレッシャーにならない程度に、いつもやっぱり山梨県の、県民が、の皆さんはですね、すべて、照屋選手のですね、ことを、これからも応援を続けますし、またここまで、学院からですね、西ロケットに、入って、ここまでやっぱり育成をしてくれたということは、後藤選手だけではなく、たくさんの選手が西ロケットには話しかけているというのを表してますので、本当に嬉しく思いますし、これからもぜひ、今まで以上のですね、育成、指導、強化をですね、よろしくお願いをしたいと思います。また、あの、会長におかれましても、この間、やはり、県人とが、世界の国際舞台 です、ね、ここまで頑張れるという、ある意味は山梨県のど根性をですね、会長たちがやはり長い時間かけて作ってくれた、そのある意味では代表選手が照屋さんと思いますから、これからもぜひそんな先輩たちがいて今のご一緒にやるということも思い出しながらですね、もう今週末から、始まるんですね、あの戦いが、また、新たな戦いだと思いますし、今回まだ国内の中での、戦いだと思いますけども、そういう、大会等のですね、中でもたくさんの皆さんとまたあの切磋琢磨をし、3年後の、ワールドカップ、そして4年後の東京オリンピックを目指してですね、ぜひ今まで以上に、努力精進をし、私どもにですね、改めて3年後、4年後にはですね、今年以上の感動と、そして頑張ればできるんだという思いをですね、特に若いラガーマンだけではなくて、スポーツをこれから目標とする若い子どもたち、そして大人で私たちもですね、こんなすぎい選手が山梨にいるんだということを改めて私たちは感じましたので、これからもぜひ怪我だけには気をつけて大会に臨んでいただいて、また3年後4年後ですね、いい報告をですね、していただけるように、頑張ってほしいと思います。これからもぜひ同じことで頑張りましょう。ありがとうございます。
れではお茶を飲みながらですね、ちょっとご歓談をいただければと思います。ご用ね。ありがとうございます。映像が動いてるのもかっこいいけど、僕たちも撮ってもうまいけど、だってこう地面にね、うん、作るの本当すごいですね。あと 0.0 何秒で撮れたなと思うけど、いやこのね、行走と、もうここが、そうですね、もうやっぱ最後まで飛んだら、だから逆に飛ばした時もありましたよね。はい、あれは初戦でしたっけ、あ、初戦の最後ですよね、はい、あの大きな、多分一回り大きいですよね、あのニュージーも、はい、あのブラックの中から見ると俺を飛ばしちゃうんですもんね。でもあれが入ってたらってことですよね。まあ、イフというのは基本的には、はい、あの結果ではありえないんですけど、こっちの方もいいんですけど、これはフィジー戦になりそうです。これは本当に歴史に残る前のドライとか素晴らしいですよね。で相手 もう必死の名競争で、でも追いつかないぞと、これが ね、後藤選手なんですね、はい、レプリカジャージになるんですか、7日戦の。私は何もないですね。レプリカジャージになりますね。サファーで表だけで。こちらにも持ってますか。でも実は3日前か、やらされたの。おとといです。同じ格好で似合いますよね。ね、会長。赤着たらちょっとまずいですよね、僕ら。もう若い、この来季着れないですね、やっぱり。素晴らしい。ちょっと眩しいですね、自分で。いやいや、でも似合いますよ。本当ですか。うん、あのやっぱり日本代表で、あの山梨はちょっとグレープ色ですけど、ブドウ色なんですけど、でも本当に似合いですよね。はい、実は今日1回目の研究の。そうですね。はい、あのラグビー の大会がですね、ギリギリだったもんですから、はい、発表までですね、はい、決断式で来れなかったみたいで、あの最後 の会談式の時に来たっていう、はい、1回目に来ました、うん、はい、もう土曜日からですか、じゃあそのもうこうやってもう普通の今度、ジャージにジャージでいいか。トップリーグは先週末から始まりました。はい、ただ深井選手は南アフリカ戦で最後負傷した、まだ足首の怪我です、ね、治ってないので、もう大丈夫です。もう来週から気をつけて、気をつけてね、そういうのが一番倒すのが大変です。でもみんなテレビさんの、ね、ああいう形でいい結果を残したから、あの日本の他のチームからもね、マークされますね。マークされますね。こう思いますね。いやいやいや、それでもやっぱりこう花のフェスですね。それでまた結果出すのが、はい、それが次のまた大きいね、ステージに行く部分だと思いますから、ぜひ怪我だけは、そうですね、はい、気をつけます。あの怪我したら早く治すこと、治すことでこちらでさっとして、本当に監督以下皆さん早くして、はい、といった皆さんが付き合いをしてくださいです。ぜひぜひ、はい、GG ゴンビで、はい、ありがとうございます。会長、ということです、はい、よろしくお願いします。本当会長たちもね、若い時にジュニアからやってね、あのラケンさんを含めてね、育てていただいた、まあ、その集大成のね、はい、代表者ですから、中学、高校、大学で全て山梨で育てて、ね、ザ・山梨ですから、なんかどっか昔そういう雑誌があったんですか。若い方知らないです。おじさんしか知らない感じですよね。本当に、はい、これからもね、頑張ってください。
ありがとうございました。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 どうもありがとうございました。それでは以上で今回を閉じさせていただきます。お疲れ様でございました。ありがとうございました。じゃあ質問にレイ。はい、どうもありがとうございました。どうでした。クエストはですね、ずっとラグビーやってきて世界の選手どういうのはないと思うんです。この歴史に刻んだっていうのは本当に多いと思います。もちろん自分の最初に取られていた人で、どうですか、その反響っていうのは。反響ですか。他のスポーツも盛り上がりすぎて反響はそこまで。ラグビーを知ってる人はもうやばいんですけど、うん、すごいですね。逆にもうちょっと大きくもよかったかな。いや、別に反響は別に期待しないで。今大会すごい絶好調だと言っていたんですけど、はい、好調だったら4位っていうのも普段からああいうプレーなんで、好調というかいつも通りのプレーをしただけっていうのもありますし、あとはやっぱり国際大会僕何度か海外に行って慣れてるっていうのもあったんで、それが良かった。オリンピックという特別な、まあ、変な気負いがなくできたっていうのが一つの原因だと思います。そうですね、まあ、でもオリンピックは普段よりは気持ちが入りました。一番気持ちが入った試合、印象が残っている試合一番ですか。どうですかね、やっぱり初戦2つどっちですかね、初戦やっぱり基本的には初戦もあれだったんですけど、あのフランス戦の方が、うん、フランスに勝たないと次の日はもう別にメダルにも絡まないし、はい、あんまりやっぱ3日間楽しみたかったんで、フランスに勝つことができて、まあ、そこで戦後一番印象に残ってます。喜びが一番絶対勝ちたいって絶対勝ちたい。なんとしてもベスト4っていうのをずっと言ってきてたなっていう。実家の方は帰られました。あ、帰りましたけど、両親とどんな話だったんですか。そうですね、お疲れ様と、うん、やったよみたいな感じで軽く感謝しました。山梨から送るのはオリンピック後は初めてです。前もあまり帰ってきてはなかったんですけど、ここ来た時もね、そんなにシーズンが終わると大体そのセブンズぐらいでしょうか。ずっとあるし休みがないんです。実は結構久しぶりだったんです。もう1年ですか。1年ぶりですね。1年ぶり、うん、去年のシーズン前ぐらい。そうですね。久々の下村は、まあ、いい状態ですね。涼しかったですね。これからもう15日制が始まって、まあ、一応ここで選手としてという形になりますが、はい、まあ、このオリンピックでは今回の選手の経験というのは今シーズンというから、はい、NEC のチームにとってはどのようなプレーとして見せていきたいと思いますか。十分ですね。やっぱスペースが少ないんですけど、ちょっと質問7人制と比べて、それでもやっぱりそのスペースの見つけ方っていうのも7人制でうまくいって、そこも少ないスペースを見つけて自分でどんどん攻めていこうかなと思います。